11番のこの返しの3音、2番と同じ音型ですね。ドミラという和音、Am の第一展開形という和音をこういった指使いで押さえることが通常ですので、左手は3、右手は2の指でこれを弾きます。で、この11番は5と4の指を連続的に結構たくさん使わなければいけません。下降形に入ると左手がその負担を負うことになりますね。先の10番で出てきた3と4の指を連続して使用するというのもなかなか弾きにくい動きでしたけれども、この4と5の指も非常に動かしにくい2本ですよね。以前に5番を学習した際に、そのページ上に指を高く上げるようにという指示が書かれていて、その言葉に惑わされないでねと、ハイフィンガー奏法というものを真っ向から否定してしまいましたが、この5の指の動きは特にそうなんですよね。この付け根の関節を反るような形で指を動かすということは基本的にしませんし、特に小指はこういった動かし方を自然にはできないようになっています。小指はあまり大きく動かせる指ではありませんし、動かすとしてもここまでが一体になってこのように動かせる程度の指なので、こんな小さな動きでこのか細い指で力強いだけなんてできるわけがないんですよね。じゃあこの5の指を使ってはっきりと弾くにはどうすればいいか。小指の力、動きだけで弾くのではなくて、手丸ごと小指の方向に向かって落としてあげる。そういった弾き方をしないとこの5の指って上手に扱えないんですよね。なのでこのハイフィンガー奏法のような指を高く上げて打鍵するという動きはこの小指にとっては特に適していません。少し話がそれましたが、この弾きにくい5と4の指、これを扱う際にもこの小さな手首の回転を使って5の指は特にほぼほぼ動かしていないような感覚ですね。自然に落とすだけ。こちらにちょっと返して、でまたこちらに落として、でもう一つコツがあるとすれば、これは2番でも共通してお伝えしたことですが、返しのこのこれを弾き終わったら親指を畳んであげるということ。親指が外に開いている状態では力が入ってしまって指の動きが阻害されてしまいます。内側に曲げるとこの3、4、5の指というのは動かしやすくなります。といったことを心がけて弾き始めますと、まずドミラの形に手を用意して、弾いた瞬間に手を閉じる。左手はもちろん閉じますし、右手の親指も畳んであげます。そして手首の小さな回転を使ってこのトリルを扱って、そして次このレを弾いた瞬間にこの和音の形に準備をして、でこの上の音に行った瞬間に手を閉じるという動作を連続的に行っていきます。下降形に入っても同じですね。白頭を引いた瞬間にこの和音がつかめる形に指を広げる。そして下の音を引いた瞬間に閉じる。そうすることによってこの5、4、3の指も小さな動きでうまく扱えます。では通して弾いてみましょう。